はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回はフォルクスワーゲンゴルフのコスパNo.1グレードアクティブアドバンス、こちらの内外装を詳しくチェックしていきたいと思います。2021年6月に上陸した8代目ゴルフ、現在はパワートレインもボディタイプも多数設定されていますが、その中で最もコスパに優れているのは今日紹介する1台。最新バージョンである23年モデルの変更点も抑えながらじっくり見ていきましょう。チェックしたのは TDI のアクティブアドバンス。車両金額は416万円、ボディカラーはドルフィングレーメタリック、メーカーオプションは設定なし。1つ上のスタイルより安いにもかかわらず約43万円分のパッケージが最初からついていますので、本当にお買い得なグレード。今回も撮影に協力してもらったのはフォルクスワーゲン草津。私も普段からお世話になっているお店なので、ぜひ皆さんもお越しください。はい、ということで今回はフォルクスワーゲンのゴルフ8ですよね、こちらの TDI のアクティブアドバンス、こちらの内外装見ていきたいと思います。私もゴルフ8は所有していましたが、今年の1月にこれ TDI が登場しました。でようやくこの店舗にも入っていたというところでご紹介するんですが、でも同じ R ラインだと面白くないですよね。でも今日はこれね、最もコストパフォーマンスに優れる1台と言ってもいいのではないでしょうか。アクティブアドバンスっていうのがこのね TDI 専用で入ってるんです。これもう先に言っちゃうと、いろんな装備が特別装備されて標準になってます。なのでめちゃめちゃお買い得なので、この後じっくりご紹介したいと思います。でまずフロントマスクですが、この辺これ23年モデルですが、基本的にデザインは変わっていません。やっぱ端正な表情になってますよね。あとアクティブベースですので、この辺にカラードのモール入ってますけども、これ全部ボディ同色です。1つ上のスタイルになるとこの辺がクロームになったり、さらには R ラインだとバンパーデザイン自体が変わったりするんですけども、これはアクティブベースなのでカラードだと思ってください。ではヘッドライトの点灯状態見ていきましょう。もちろん前方フル LED でございます。質感めちゃめちゃいいし、デイライト、ポジションランプで、ここがロービームになってますけどもハイビームで、ターンシグナルはここが倍方式で切り替わってるという形になっています。これ流れるウインカーになってますよね。というのも実はこれアクティブアドバンスに関してはテクノロジーパッケージ、いわゆるこの IQ ライトが含んだ約19万円のパッケージがあるんですが、それがなんと標準装備になっているわけです。だから下のグレードだからといってライトの質感が落ちるっていう心配もありませんし、もちろんこれマトリックスヘッドライトですから、対向車とか先行車がいる部分だけを減枠してハイビームを可変照射するっていう、そういう機能もついてるわけですよね。だからスタイルとか R ラインとライトは全く同じです。一つ違いを言うとすれば、ここにストリップライト、これは入りません。だからこの辺が若干スタイルと R ラインの違いにはなっていますが、でも実際に中乗ってると分かりませんし、それよりもね、対向車とか先行車を減枠しながらハイビームをこう制御するっていう、そっちのシステムの方が安全性としては優先度高いですので、それが入ってるだけめちゃめちゃいいかなと思います。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4295mm、 全幅 1790mm、 そして前後が 1475mm になっています。いわゆる C セグメントの5ドアハッチになるわけで、この辺のデザインであったりディメンションっていうのは ETSi も TDI も変わっていません。もう見慣れたスタイルですよね。でもサイドの方がゴルフらしさは出てるかなというのも、この C ピラーの極太デザインね、実はこれ T ロックとかにもなんか採用されてますけども、このデザインはずっとゴルフが受け持っている意匠になるわけです。こうくの字にね曲がってますけども、いつまでたってもやっぱりゴルフっていうのはこのスタイルをキープしていくんだろうなっていう、なんかそういう安心感もありますよね。で細かい質感ですが、これスタイルじゃないのでこの辺のラインは通常のゴムモールになっています。ただB ピラーガーニッシュはツヤありタイプ、しかもフォルクスワーゲンのロゴも入っています。でこの辺はもちろんエアロタイプではありませんので、通常のサイドシールという形です。でもこれ実は TDI 専用でじゃじゃーん、17インチのアルミホイルが装備されています。ぶっちゃけね、正直言うとスタイルに入っているあのマッシブなホイールよりもこっちの方がアルミ感は強いです。どっちもアルミではあるんですが、このねこう流れるような切削の処理がされていますけども、引いてみるとこのブラックメタリックの部分って存在感消すんですよ。だからこれすごくスタイリッシュで一本一本が細いっていうことは間違いなくこれアルミですよね。だからそういう意味でもアルミ感が強いっていうところにつながるんですけども、デザインもいいし、しかもこれ今回アクティブアドバンスですけども、アクティブでも同じように17インチが装備されます。おそらくそれはここに入っているディーゼルのユニットが重いので、だからそれを受け止めるためにあえてこの TDI に関してはベーシックモデルでもアルミを使ってる17インチですよね。もっと言うならば実はこれリアも足回りトーレーリングアームではなくてフォーリンクになっていますので、その辺で荷重性能を上げてるんだと思いますけども、そういう部分で実は ETSi と TDI で違いがあるわけです。さあではリアを見ていきましょう。後ろももう定番というか、最近ゴルフ8ね、ほんと見る機会増えました。でこれハッチバックですけども、バリアントもねたまに見かけますし、もっと言うならば今年の10月にこれ TDI のバリアントも追加されたんですよね。なので TDI はね結構実は人気だったりするので、これからどんどんまたこのゴルフ8売れていくんだろうなと思いますけども、どしっとしてるね。もうほんとね走り味もどしっとしてるんですけども、見た目から想像できるのがこのゴルフなんです。でアクティブですので特に過食は入っておらず、このロッカー部は全部樹脂パーツになっています。エキゾフトフィニッシャーなども特に入っていませんので、シンプルな後ろ姿と言ってもいいでしょう。ちなみにシャークフィンに関してはこれはねブラックなんですよね。ボディ増色にしてほしいところですけども、未だ黒一色となっています。で後ろもこれ IQ ライトを選択するとこういうね鮮やかなテールライトが備わるわけですけども、これねありがたいことにちょっと曇り空な部分もありますので、ちょうどいい感じで見えてるっていうか、このドルフィングレーとのコントラストがいいわけですけども、これすごい艶やかでしょう。近づいていってもこの精緻な作り込みよく分かってもらえるかと思いますけども、ポジションはこの辺に入っていて、ここに入ってるこれもポジションなんです。でダイナミックインジケーターでターンシグナルが入っていまして、バックランプも LED、 さらにはリアフォグも入っているんですが、リアフォグはここですね、ここに入っていますと質感も高いし、こう見て楽しめるライトシグネチャーっていう印象があります。すんごく美しいです。そしてナンバー灯に関してももちろんですけども、左右一灯式で LED になっていました。続いてはゴルフ8 TDI アクティブアドバンスのインテリア全席からチェックしていきましょう。で今回見ている車両はこれ実は23年モデルです。私が乗っていた頃から比べるとだいぶ進化はしてるんですけども、そこで年式変更を受けると同時に変わったポイントがあるんですよね。でエクステリアは変更なかったので特に案内はしていませんでしたが、まずねこれドアトリム見ていくと、この辺は合皮だし、でここファブリックだし、ここも合皮になってますよね。でこの辺は過色が入っていたり、デコレーションパネルもアルミ風のものが入っていますよね。この辺は変わってないと思いきや、実はこのファブリックの意匠が若干変わっていたり、さらにはドアアームレスト、ここがアクティブアドバンスも合皮になってるんです。意外とねこれ肉ありますし、質感上がった、触った時の食感が良くなったっていう印象があります。細かいですけども、これ23年モデルの特徴、こことここです。でポッケは従来通り植毛仕上げになっていますと、この辺はイオン対策バッチリされています。でシートですが、これ普通のファブリックシートになってます。これが1つ上のスタイルと若干違ってる部分で、向こうはスウェードっぽいいわゆるマイクロフリースのシートになるわけです。さらにこの黒ベース以外に白系の内装も選べるというのがポイントですし、もう一つラグジュアリーパッケージっていうのもあるんですけども、サンルーフをつけれたりするんです。そこがね内装で実はアクティブアドバンスとスタイルの大きな違いでも、これでもね結構しっかりしてるし、スポーツコンフォートではないですけどもサイドサポートもがっちりしてますよね。この辺の形状も見てもらったら分かる通り、さらにランバーサポートも手動でちゃんとついています。さあイグニッションオンしていきます。これディーゼルですからね、いきますよ。始動めちゃ速い、すぐ爆発して振動はきますけども、なんかマイルドハイブリッド入ってるのかなと思うくらいにすんごくスムースなエンジンスタートです。じゃあまずはスティアリングから見ていきましょう。この辺は本革で変わっていません。でスイッチなども変わっていませんけども、ちゃんとねハンドルヒーターがついてる。マジでこれ結構ベースに近いグレードではありますけどもついてます。もっと言うならば TDI は全車ついてますのでご安心ください。でパドルもありますよと。メーターに関してはこれ 10.25 インチのデジタルコックピットプロになっています。これも標準装備ですし、回転系のねこのタコメーターが違ってますけどもディーゼルなので6000回転で刻まれていますと。この辺の機能性は特に変わっていませんけど、一応ご紹介しておきましょう。こんな感じでマップモードにしたりドライバーアシストモードかにしたり、さらにはシンプルモードとかこんな感じでいろいろと切り替えることが可能です。でここ真ん中にあるモニターに関しても表示を変更できますので、こんな感じでいろんなものにね変えれるっていうのがこれ新しいゴルフ8の世代の特徴になってます。操作性も私は良くなったかなと思いますし、レスポンスが上がりましたよね。でこの中のメーターのカラーですけども、これも実はアンビエントライトを触ってもらうと同時に変更したはずです。ほらこんな感じ、遊び心があって私はこれ結構ね好きでしたね。当時もいろいろと触っていましたけども、こういうちょっとした小手先の装備なんですけども、なんか遊び心があると車のね所有欲っていうのを満たしてくれるわけです。で目の前にはこれヘッドアップディスプレイがあるはずなんですがついてない。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらにヘッドアップディスプレイとあります。これを有効にしてもらうといきますよ。せーの。はい、来た。今速度計ちょっと見にくいな。これ見にくいんですが速度が表示されていますよね。で運転支援を起動するとここにまた情報が出るわけですけども、こんな感じになってますと。でメーターガーニッシュからこうナビパネルまでブラックパーツでつながっていて、この辺はゴルフ8の特徴になっています。質感高いよね。でインパネの部分も合皮になっています。でここデコレーションパネル、ドアトリムと同じような形でアルミ風のものが入っています。アップにすると分かりますけども、こんな感じでこうねクロスに模様が入っているんですよね。これが特徴になっています。でこちらディスカバープロなんですけども、なんとアクティブアドバンスはこれも標準装備されちゃいます。やばいよね。大きいところでディスカバープロパッケージ19万8000円とテクノロジーパッケージ18万7000円がついて、この416万円でしたっけっていう金額で収まっていますので、ものすごくお買い得なモデルなんです。すごいでしょ本当に。でディスカバープロパッケージですのでこうやって通常のナビも使えます。ただ結構ねフォルクスワーゲンのナビは私も使ってましたけども、目的地入力がすごくしにくいので、だから結局 Android Auto でよく使っていたなという記憶があります。だからディスカバープロいらないっていう方にとってはそれ省いて20万安くしようっていう形かもしれませんけども、でもそれはね残念ながらできません。アクティブアドバンスは全部ついてお買い得だよというところがあります。でバックモニターですけどもこんな感じ、360度カメラはありませんけども画質はね結構いいかなと思います。この下の部分に USB の Type-C が入ってますよね、2口。実はこれ今までは 15W だったんですけども23年モデルから 45W に変わりました。これ他のワーゲン車でも共通かと思いますけども、出力が上がりましたので充電能力が高まったという形です。それは嬉しいですよね。で非接触の充電器もついています。これ車によってはカバーあるんですけどもアクティブアドバンスはついていません。でコンソール周りこんな感じで、この辺は変わっていません。サムタイプのシフトレバーがついていたりスイッチタイプのいろんなボタンが並んでますけども、電動パーキングとオートホールドもここにあります。でこれメモリー機能ついてるのは非常に優秀ということはもう何度も言ってますけども、フォルクスワーゲンはこれずっとやってますよね、メモリー機能で。このアクティブアドバンスは変わっていないんですがスタイルとかだったかな。というのもこの辺全部これプラスチックパーツで無塗装ですよね。でもようやくこれが変わります。この縁の部分がツヤありになるらしいです。今更かよっていう感じですけども、でもそういう声がおそらく多かったんでしょう。じゃないとお金かかる方向に普通はね、改良っていうのはしませんから、逆に艶ありがね艶なしになったりみたいなパターンが多い中、このゴルフに関しては23年モデルからスタイルとか一部グレードに関してはここが艶ありタイプに変わりますと。でここカップホルダーがついていまして、こんな感じ飛び出てくるパターンですよね。そしてシガーソケットがついていまして、アームレストもありますと、これ角度調整できるのは非常にいいです。で中も一応底の部分はフェルトが敷いてあります。空間はね結構限定的、拳が2個程度しか入りません。でお気づきの方いるかもしれませんけども、ここもドアアームレストと同様に合皮に変わりました。これもねアクティブ系の車はファブリックだったんですけども、この23年モデルから合皮に変わっていますので、見た目の質感とか手触りもさらに良くなったんじゃないでしょうか。そしてグローブボックス開けていきましょう。ちゃんとオープナーはダンパー入っていますし、これ照明も入っていますね。で収納スペースも十分かと思います。上を見ていきますとフレームありですが、結構細めの自動防減ルームミラーがついています。で照明はねこれタッチセンサーになってるんですよ。おしゃれだし結構光量もちゃんとあります。でバイザーに関してはじゃじゃーん、チケットホルダー、ミラー、そして照明も入ってます。ここもちゃんと LED になっていました。では後席を見ていきましょう。後ろはねほぼ変わっていないと思いますのでサクッといきます。ここハードプラで、ここファブリックで合皮になってますと。でポッケは植毛加工がされていて、十分ペットボトル入るサイズになっています。あとパワーウィンドウは全席ワンタッチ機能付きです。でシートも後ろ同じですね、ファブリックになっていまして、一応3人掛けになっています。センタートンネルちょっと出っ張りありますので、頑張って2名かなという感じ。この辺のくぼみなんかを見てると結構2座を意識した作りになっていますよね。でヘッドレストがありまして、その中央にはアームレストがついてます。カップホルダーついてますし、さらにこれ真ん中はセンタースルーできるような工夫がされていますので、この辺の配慮もなかなか行き届いています。でリクライニング機能はありませんけども、これまた後ろいいんですよ。実際乗っていくとこの乗降性もねめちゃめちゃいい。ここがちゃんと切れてるから足スッと入るし、頭も無理なく沈み込ませられる。でこのドアのピタッとね閉まる感じがいいですよね。しかもアンビエントライトもちゃんと入っていますと、おしゃれだね。で実際に後席乗ってくると、まず空間もそうなんですけども、ゴルフ8のいいところはやっぱねこの C セグメントなのにちゃんと座面長が取られてる。実際これほら足の膝裏の部分までピタッときてますよね。こういう車はね C セグだとなかなかありません。ほんと偉い。で角度もこう水平方向から上にちょっとこう起きてるので、だからある程度こう持ち上がってるような感じがありますので、身長175センチの私からするとベストな角度、めちゃめちゃ座り心地は快適です。角度とかも含めて。で空間もそんなに広くはないですけども、だいたい拳が今2個半程度取れますので、ポロ乗ってるからこそなんかそう感じるのかもしれませんけども、ちょっとなんか意識が変わったのか広く感じますね。でポッケに関してはアッパーポケット、そしてロッカーポケットもついています。こっちはスマホで、こっちは本とか雑誌を入れるポケットですよね。でエアアウトレットもありますし、さらにこれちょっとエンジンはかけないけどもパワーオンだけするとほらじゃじゃーん、後ろも温度管理ができちゃいます。こんな CSF ありますか？風向あるのはいいとしても、ここまでやっちゃうのはこれゴルフの素晴らしい配慮だから、いわゆる3ゾーンのフルオートエアコンになっています。でここに照明がありますけども、これもタッチセンサーになっていまして、左右2灯式になっています。ではラストラゲージスペース見ていきましょう。ここを開けてもらうとテールゲートが開きますということで、実際に荷室容量は通常時で380リッターになっています。結構広いよね、このボディサイズを考えたら。で非常に使いやすい間口、いいです。本当にこれはね使いやすかった。間口がねやっぱり使いやすいっていうのが結構大事だなというのは、このゴルフ買って改めて思いましたけども、長さはねそんなにないですけども幅が結構ありますよね。でハードタイプのトノカバー、さらにはデッキボードもこれ確か下にこう下げられるんですよ。なのでちょっと高さを稼ぐこともできます。もしくはこのままにしておいて2分割でこの収納空間を使うっていうこともできます。一応テンポラリータイヤが入っていますと。この辺もなんかちゃんと払拭不仕上げになっていて、音対策バッチリですね。ここは普通鉄板なんですけどコストかかってます。で、機能面としてはここに買い物フックがついてあるのと、さらにラゲッジにも LED の照明と、あとシガーソケットがついています。じゃあシートを倒していきましょう。これを外してもらうと、ここ後ろからでもちゃんと手が届くような長さになっています。で、6対4で分割可動式で倒れますと。で、実際に全て倒すと荷室容量はこれ1237リッター、このサイズでも結構あるんですよ、意外と。だから奥行きもまあ十分な印象ですし、さすがにね横にゴローンと寝ることは難しいんですけども、でも長尺物を積みたいっていうパターンであればまあ問題ないかなと思います。で、シートのフラット加減ですけども、つなぎ目の段差はまあないですよね。で、シートも傾斜ついてるように思いますが、これねフォルクスワーゲンの動画見てる方だったらもう私が何を言うかはわかるでしょう。というのも、ヘッドレストをこのように前に伸ばしてやるとシートバックがこれだけ水平方向に下がります。これね、向こうはヘッドレストを一番こう縮めてる状態ですよね。そうするとこのシートバックの座面の部分とヘッドレストが干渉するので、だからあれだけ傾斜がつくんです。でもかわしてやるとまあほぼフラットになりますので、ちょっとでも傾斜を緩めたい方はこれ参考にしてください。はい、ということで今回はゴルフ8の TDI アクティブアドバンスの内外装を見てきましたけども、これ23年モデルの特徴もありながら、しかもアクティブアドバンスはめちゃめちゃコストパフォーマンス高いということをね、いろいろお伝えできたかと思います。でも私はそれ以上にこのディーゼルの走りが気になるといっても、この EA288 のエボエンジン新しくなりまして、それが搭載されていますので、ぜひ試乗編もご覧ください。というわけでフォルクスワーゲンゴルフ内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり使用などされていただいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。